はい、皆さんお疲れっす。ドラゴンでーす。今回は、阪神の若きリードオフマン、糸原健人選手を紹介していこうかなと思います。長年ね、阪神のキャプテンとして活躍した、鳥谷敬選手から、キャプテンと、そしてそのショートの守備を、継承した、若きリードオフマン、糸原選手。50メートル6秒1の俊足と、あとは広い守備範囲が、本当に武器な選手で、またね、ストレートに滅法強い、広角打法。またね、選球眼。こちらも、非常に優れている選手で、糸原選手に関してはですね、現在4年目の選手なんですけど、2年目だった、2018年と、3年目だった、2019年。いずれも143試合全試合出場を達成しております。で、4年目となる2020年も、全試合出場を狙っている、糸原選手ですね。阪神野手で、やっぱりね、木浪選手だったり、近本選手だったり、若手選手がね、非常に揃ってきてるんですよ。その中でも、筆頭格で活躍を期待されている選手ですね。この糸原選手。そんな糸原選手を今回は紹介していこうかなと思います。糸原選手はですね、島根県の出身になります。地元の強豪開成高校へ進学し、1年後輩の元 DeNA の白根直樹選手とともに甲子園に2度出場しました。その後ですね、甲子園で敗れるんですが、明治大学に進学することとなります。明治大学ではですね、3年時にベストナインに選ばれ、大学選手権で首位打者を獲得することとなります。現チームメイトの高山俊選手とともに、明治神宮大会の、準優勝も果たしました。でここでさらに実力を高めるために社会人野球の JXENEOS に進みます。楽天の高橋雄平選手とともに活躍し、1年目からいきなり打率3割3分を記録し、2年目はクリーンナップを任され、都市対抗では東芝の補強選手として都市対抗野球に出場します。この実績が高く評価されて、2016年のドラフトで阪神タイガースからドラフト5位指名を受けることとなります。で、またですね、ルーキーイヤーから当時の監督であった金本智明監督から、実戦向きで面白い存在と、注目されており、オープン戦からね、積極的に起用されることとなりました。で、ここでですね、糸原選手は見事期待に応えてみせ、オープン戦で好調だったこともあり、開幕1軍メンバーにも選ばれることとなります。そこでいきなり活躍を見せ、10打席連続出塁というセリーグ新人記録を打ち立てたり、サヨナラ安打を放つなど、順調に活躍をします。しかし、7月19日の広島戦の守備で、転倒し負傷、登録抹消をされる運びとなります。しかし、66試合出場に終わりますが、そのポテンシャルはね、十分に発揮しました。2018年はね、開幕からショートの定位置をつかみ、鳥谷選手や大山選手が負傷の時にはサードやセカンドで出場することもありました。中盤からですね、1番セカンドとして定着をし、安打も増え続け、このまま安定感も増してき、レギュラーを掴んでいくこととなります。最終的にチームでは、ね、糸井嘉男選手に続く、打率2割8分6厘152安打を放ち、出塁率も3割9厘となかなかの数字を残します。オールスター芸人も出場することとなり、飛躍の一年としました。
2019年も全試合出場を果たしたんですが、打率はね、前年より下回ってしまいました。それでもね、2割5分はクリアしておりますので、2020年もね、非常に高い期待を持たれている選手です。阪神の若手陣の中で筆頭格の活躍を見せ、リーグ優勝に貢献したいところです。というところで今回は、阪神糸原健人選手を紹介してまいりました。行動が少しも良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価お待ちしておりますのでよろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。